皆さんこんにちは、鈴鹿です。今日から2回目の沖縄に行ってきます。突然なんですけれども、2回目の沖縄旅行に行ってきます。というわけで恒例のパッキング動画やっていきたいと思うんですけれども、いつも一人ここにいるんですけれども、なんと旅行を3日前にして体調を崩すと言って風邪をひいてしまったということで、絶対旅行前になったらなんか体調崩す人っていません？それで今ね、横のお部屋で寝ておられます。本当はね、一緒にパッキング動画撮る予定で進めてて、さつきさんも荷物とか詰めたりしてたんですけど、風邪ひいたとか言って言い出して、もハワイの時もそうなんですけど、何回かね、行く直前に体調崩すっていうのがね、さつきさん非常に多いんですよ。で、私もね、いつも気をつけろよというふうに注意喚起してるんですけれども、的中ということで体調を崩されております。旅行中じゃなくてよかったなというのはあるんですけれども、今はですね、回復に努めていただこうということで、お笑い担当のさつきさんいないんですけれども、今日は寂しく一人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回の沖縄旅行はお父さんと私と妹で3人で行ったんですけれども、今回はお母さんも一緒に行きます。前回お留守番だったんで4人で行ってきます。はい、お母さんはもちろん初めての沖縄です。家族4人で国内旅行のビログって初めてかな。ユニバとかは行ってたとしてもハワイビログしか多分ないと思うんで、このビログが家族4人の国内旅行は初めてになるんじゃないかなというふうに思います。恒例のパッキングやっていきたいと思うんですけれども、もう荷物はねある程度用意しまして、忘れ物ないか確認する感じでやっていきたいと思います。なんやかんや持っていきたいものが多いんですよね。これあるあるなんですけど、前回はジェットスターで行ったんですけど、今回はねピーチで行きます。 LCC に乗る際に一番気になるのは荷物の大きさとか持ち込める個数とか、そういう荷物がね結構気がかりになってくるかと思うんですけれども、ピーチも制限がありまして、機内に持ち込めるものっていうのは自分のね身の回りのもの、ハンドバッグとかそういった身の回りのものプラス1つ、これも重さの制限があるんですけれども、まあだから計2つですよね。カバンとなんか袋1個とかそういう感じですよね。で、私以外の3人はそれで行くんですけど、私はですね、機材とかいろいろあるんで手荷物を預けることにしたのでプラス料金払いました。はい、それでも行けるかっていうちょっと不安があるんですよ。前回同様このハリーポッター風のねキャリーケース行くんですけれども、今回は3泊4日で行きますので、前回に比べると1泊多いです。はい、なので、まあ、服もね1泊分増えてくるんですけど、できる限り着回して余分な服持っていかんとこうっていう風にしてるんですけど、旅行なんでねおしゃれもしたいんで、おしゃれかどうか置いといてね、沖縄の気温がね日中はもう半袖で全然いけるらしいんですよ。朝晩はちょっと冷えるんで、羽織も1枚あれば十分っていう感じみたいなんですよ。半袖をメインで持っていこうと思います。これね、覚えてますか、前回買ったエンダーの T シャツね。もうねもうええよっていう感じなんですけど、北斎 T シャツ、北斎 T と、まあ、あとはこういう薄手のロン T というか、これぐらいだったら多分いけると思います。結構寒がりなんで、この薄手の長袖も持っていく。で、あと寝巻きね、寝巻き持っていきます。はい、どこに泊まるかっていうのはお楽しみにしていただけたらと思うんですけど、セパレートの寝巻きで寝たいんで、なかった時がねちょっとあれなんで持っていきます、寝巻きね。で、あとハンカチーフで、あとカバンはウエストポーチにもなるデスポートサックのカバンでいきたいと思います。はい、これはハワイの時も使ってました。あんまりね、なんか沖縄なんでこう決めすぎてもなんか違うなと思って、一応私の旅のコンセプトはその行く場所のイメージに合った服を着るというのが自分の中でのモットーなので、なんかカッチリしたはちゃうなと思って、こういうラフな感じで行きたいと思います。で、あとお帽子ね、なんかハワイで買った帽子持っていきます。結構日差し強いみたいなんで帽子は持っていきます。あとズボン、ユニクロ U のね今季発売されたワイドパンツと、旅に1着は持っていくだろうというか、デニムあればなんとか回せるかなという安易な考えでデニムにします。セ
セットアップなってるのを最近買ったんですよ。でこっちがショートパンツでこっちが薄手のジャケットになってるんですよ。でこれはですねセレクトモカというネットで買ったんですけど、1枚羽織っていう感じで持っていきたいと思います。このピンクのパーカー、これもユニクロなんですけど、これは多分着ていくと思います。結構あるやん。旅行中なんでね、着たい服もあるんで、とりあえずこんだけ持っていきます。はい、で服こんな感じで、次はこれ、まずコスメポーチ。割と私よりすぐりのものしか常に入ってないので、もうこっから減らしたりはしないんですけど、はい、化粧品これはすごく大事なんでこれ持っていきます。日差しが強いっていう風に聞いたんで、紫外線対策だけはちょっと抜かりなくしていこうということで、いつもポール&ジョーを使ってるんですけど、あの SPF がちょっと低いので、こちらのエリクシールのおしろいミルクの SPF50PA4+ の最強な方でいきたいと思います。であとはねスキンケア系ですよね。はい、でスキンケアはもうそのまま持っていきます。このいつも使ってるミノンの化粧水と乳液を持っていきます。詰め替えて持っていく方もおられると思うんですけど、その方が多分荷物的にはいいと思うんですけど、なんですかね、調節しながら使いたくないんですよね。ジャブジャブ使いたいんで、最近めちゃめちゃ気に入ってるこのミノンをね持っていこうと思います。でこれねヘアオイル持っていきます。最近買ったバイオイルをボディオイルとして使ってまして、このバイオイルのね一番ちっちゃいのを買ったんですよ。でこれが割と保湿力高めなので、結構ねこの皮膚が薄いとこがすごい乾燥するので、とりあえずこれをボディケアとして持っていくでしょ。ヘアオイルです。スタイリングするときに使ってるんですけど、 N.O ずっと使ってまして、主にヘアなんですけど、ボディとハンドにも使えるようなオーガニックのスタイリング剤です。ラストは下着ということで、アンダーウェア、はい、これはねいつも通りお見せできないんですけど下着でしょ。あと靴下も下着のとこに入れた。あ、そうそう、これガイドブック、前回使ってたものをそのまま持っていきます。前回ですね沖縄行きますよってなった時に、視聴者の皆様から本当にたくさんのおすすめスポットを教えていただいたんですけれども、前回だけでは行ききれなかったところがたくさんありまして、前回行ききれなかったところを主に今回回っていきたいと思ってます。であとはね機材ですよね。こういうあの機材系、これも機材、これコード系ね、 Mac、 パソコンも絶対、パソコン関係の充電器、今撮影でちょっと使用してるんで中ないんですけど、これ三脚も持っていきたいんですよ。これがねちょっと入んのって感じ、ちょっと無理じゃない。まあ、とりあえず持っていくということで進めますね。はい、あといつものこのパナソニックのフル HD も持っていきます。これは絶対でしょう、これ絶対で、最後にちょっと持っていくか迷ってるっていうか、まあ、ほぼ持っていくって自分の中ではなってるんですけど、荷物的な面でね持っていけるのかなっていうのが、これウクレレ。今回の沖縄のまあ旅行のコンセプトとしては、ホテルでゆっくりしながらでもちょっと観光もしてみたいな、そういう感じで考えてるの でゆっくりする時間もあるんで、これウクレレ持っていきたいんですよね。いけそうだったら持っていこうと思います。ウクレレ弾きたいんでね。これで以上ですよね。うん、多分こんだけ忘れ物ないはず。というわけでですね、今回はさつきさんなしでのパッキングとなりましたけどね、もう何してんねんっていう感じなんですけど、まああの2回目の沖縄ということで、先ほども言ったんですけど、今回の沖縄旅行のコンセプトはゆっくりしつつ観光しつつみたいな、そういう感じなんで、楽しくねゆっくり息抜きしながら美味しいもの食べながらちょっと観光してみたいな感じでいきたいと思います。皆様から教えていただいて、前回行けなかった場所を主に今回回っていきたいと思ってますので、楽しみにしていてください。この動画が上がってる頃にはね、すでに沖縄に到着してると思います。3泊4日沖縄旅行ということで、家族で楽しんでいきたいと思います。インスタグラムの方で旅の様子配信していきますので、まだフォローされていない方はぜひフォローよろしくお願いします。では沖縄旅行に行ってきます。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。
これいける？入る荷物やばい、減らしてくれ。これいけますかね。ウクレレどうなんやろ。持っていきたいな、ウクレレ。どうしようか。